1週間の奈良のニュースや出来事、街のホットな話題など県内のありとあらゆる動きに注目し、奈良ならではの視点、そしてワールドワイドな視点で伝える番組、奈良フライデーナイン。この番組の MC を務めるのは大和郡山市出身のタレント、かおりんこと南かおりさん。南さんは関西を中心に数多くのテレビ、ラジオなどで活躍中です。南さんについて一言欲しいんですけど。もう本当神様みたいな感じです。南さんもう何でもできちゃう神様みたいな存在で、尊敬してます、すごく。南さんがロケを担当するのは奈良仕事図鑑のコーナー。奈良のプロフェッショナルを訪ね、一日弟子入り取材。今回は天然記念物奈良の鹿の角を使った鹿角細工を作る大和郡山市の職人を訪ねました。関西屈指の売れっ子タレント、かおりんに密着。鹿角使いの代表の中村さんが訪ねてこられて写真あの時の写真最後にワックスを塗り込んでツヤを出していきます。完成間近感がする。職人としてか、職人として個人で持ってらっしゃる思い出とか、はいはい、南さんとロケして、いや、僕らが、ディレクターがいつもこう意図してることをなんか言葉とか文字にしなくてもなんかすごい汲み取ってくれるんです、で現場の空気も見ながら、膨らますとこは膨らましてもらえるし、スルーするとこはスルーしてもらえるんで、非常に、今回のロケもですけど、非常に助かってます。ロケは生き物なので、どんな取材相手かによっても変わるし、その時の取材相手のご機嫌にもよっても変わるし、カメラマンさんとの相性もあるし、なんか全てがピタッとはまった時のロケはもう本当に気持ちいいぐらいです。奈良フライデーナイトのお時間です。この番組では奈良の今がわかります、この後はですね、奈良仕事図鑑ということで、私は鹿角の細工、チャレンジしてまいりました。さあ、ということでこれが私のロケスタイルでございます。もう1年半来てるんで超馴染みました。似合うでしょめっちゃ似合うと思うんですけど、あと奈良の大和郡山にある、鹿の角、神の使いの鹿の角を使って工芸品とか日常品を作ってらっしゃる作家さんの工房にお邪魔しまして、今からここで体験をするということですね。ちなみに南さん、もう大ベテランという領域に入ってしまったかもしれませんけどもうロケ初めて何年ぐらい？ロケを初めて、もうでもデビューの番組からロケは行ってるので31年、そうですね、ワイワサヒから数えると31年、ロケに行ってない年はないですね。どっかの番組で必ず何らかのロケには行ってる感じです。ベテランですね。ベテランやね。いや中堅どころにしたい、はい、昔と比べて、気持ち的になんか変わったな、いいところとか。いや、基本的にはもう何も変わらんですね、だって初めて行く場所に、初めて会う人に会いに行くのがロケの基本ですから、それはもう昔も今も全然変わらんですね。変わったとすれば、一緒に行くスタッフが全員年下になったことぐらいですね素人でもできるチャレンジを探してるわけですよ。危ないとダメですしね。そこはディレクターさん困るでしょ。困ります、困ります、南さんに何をチャレンジさせるかということ で、もうこのご時世、行き過ぎた取材は絶対できない、そうなんです、難しい、コンプライアンスの難しくなり、なしたね、30年でね今まで一番これはっていう具体的に何かあります、
古式泳法を取材したんですけど、古式泳法って両手と両足を縛られても泳げるっていう昔の武士の泳ぎ方なんですけど、あの本番に足だけしか縛らへんって約束やったのに、ディレクターが勝手に手も縛ってドーンって突き落として池で溺れて、そうです30年前ですね、本当デビューしたばっかりの頃。でも奈良テレビさんのロケはもう夕時もフライデーナイトも本当に楽しいしかないです。本当本当さあ、では鹿の角を使った細工のチャレンジでございますが、何せあの神の使いの角なので、はいはい、ちょっと緊張しています。粗く形作っていくのをやっていただこうかと思います。これ平らなんで、ここに置いてもらって、こう寄せていって、線の外側をこうシューッと削っていくんですね。結構衝撃あるんで、ゆっくりやってみてください。なんかでも、結構獣臭みたいなしますね。骨の匂いです。どれぐらいかな。うん、うん、いいですね。はい、おう、ちょっといい感じにちょっとずつ形になっていってます。ちょっと楽しいですね。一気に削れないのが私向きです。今からこれ台本です。南さんってね、はい、あの台本パッと頭に入るんですか、やっぱり。そうですね、最初に台本いただいて流れだけまず頭に入れて、で細かくあの設定されてる質問はロケは生と違ってこうぶつ切りなので、その直前にもう一遍ちょっとおさらいするっていう感じですかね。はい、あとはでもやっぱりその時その時に思ったことが浮かんだことを聞くっていう感じです。でもここに書いてあることはディレクターさんが最低限聞いてくださいねっていうことなので、これはもう必ず踏襲した上でどれだけプラスアルファできるかっていうのがロケリポーターの腕の見せ所です。みんな失笑。でもやっぱりこれは実用品なので滑らかに、そうですね、しとかないと口に当たるものなので。やっぱりでもこの鹿の角っていうのは一番奈良県らしい材料ですよね。まあそうですね、うん、奈良のお鹿様の角で作った貸し切りでございます。あーすごい、なんかめっちゃ嬉しい。これから奈良公園に行って鹿に会うのが楽しみ。そう、みんな貸し切りに見えるかもしれない。今から撮るのはですね、ロングと言いまして、今喋っていた雰囲気の中にインサートとして入れる、喋ってる内容を使わないけど、こういうこと喋ってるよっていう絵を撮影します。だから遠くから撮るわけですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すごい楽しかった。みなみさん、はい、ロケのモットーって何ですかね。ロケのモットーですか、あの普通に生活してたらまずこう食べたり喋ったり体験したりはできない方にお会いしたりとか、その場所に行ったりするので、基本的にめちゃめちゃ楽しむっていうことですかね。あの好奇心を持って全てに当たる、あの本気で好奇心を持ってインタビューしたり体験したりするってことですかね。本当に楽しくないと楽しさ伝わらないと思うので、楽しいふりではなくて自分が好奇心を持って取り組むが多分モットーだと思います。知らんけど。そんな気がします。